はい、えーとね、2023年の12月11日配信分でございます。よし、やった来たもう12月ですか。来たこれ収録日は11月22日です。はい、あっ、にゃんにゃんですね、22日といえばね。2>, はい、2月2日はイベント。あそれ言ってなかったですけれども、<laughs> 応募のなんかフォームみたいなのもリンク貼っておきますので、あのこれまでのはね、アンケート取ってただけですけれども、いよいよね、参加しますっていうやつ。 もあの概要欄から貼りますので皆さんぜひふるってこれも応募数ないとですね、えー、伊藤さんと岡山さんの番組はなくなりますな、ね、くなりますこれは、はい、取り潰しということになりますので <laughs> 毎回言ってるう<の>嘘っぽいですから本当に潰しますので <laughs> <laughs> <laughs>、ね、3月は開変の時期でもありますからねはいで今回はあの岡山さんからねありがたいいつも持ち込みネタをね頂い,いてますこれがリスナーさんにも好評なので<お>今回はね、うん えーとね、謝罪のお話だそうですけれども、はいはい、いいですか古田哲也さんっていう哲学者が書かれた「謝罪論」っていう本があるんですけど古田さんも朝日新聞でも連載をされていた方ではあるんですがこのねここをちゃんと付け足すところが心にくい、はいうん、小山さん心にくいですねこれは謝罪とは何かを徹底的に突き詰めた まあ特になんか具体的なケースをピックアップしているという感じではないんですが例えば何かジャニーズの会計についてとかそういう話ではなく、うん、そもそも何をもってしたら謝罪は成立すするののかかとかですね、うん、その謝罪をしているように見えて実はそれはなんかコミュニケーションをとっている形になっていて誰もなんか。 お詫びは求めてないけどごめんなさいっていうことで生まれるいろんな効果あるよね、うん、みたいな話であったり、うん、そもそもじゃあ謝罪の目的って何だったんだっけ、うん、みたいなのをもうほんといろんな角度から突き詰めて書いている本になります。まあなんかあの謝罪会見とか謝罪の声明みたいなのはね まあ、あれれも仕事からもあるのかなよく見ますけれども、はい、結構あれだよね世間をお騒がせしたことをお詫びしますみたいなのとかって、はい、俺これ誰に何をお詫びしてんのかなみたいなこうなんかもっとしたものはあるよねだそれが一番よくないらしくてダ<メ>その謝罪会見っていうのは実はすごく難しい行為だというのはおっしゃってて,、うん、そて謝罪って相手があって成立するのに謝罪会見って一方的な発信になっちゃうからむしろこう関係をこじらせる ケースの方が多いいみたいなことをおっっしゃってるんだから常にこう謝罪っていうのはコミュニケーションをするためのものっていうのを忘れないでねっていうのをすごく強調していてうん、うん、でこれはまあもちろん謝罪のことではあるんですがみんながいろんな情報を発信する時代においては謝る以外のシーンでも結構大事な指摘じゃないかなと思いながら読んだと。 謝る以外のところでもそのコミュニケーションをつなげるための行為なんだよってことを忘れちゃいけないよと何かしら発信するって、まあ、多分結構これは伴うものだなとで言いっぱなしで例えば怒るとかも多分、うん、怒ってすっきりするのでいいんだっけみたいなうん、うん、それはその人はすっきりするかもしれないけどそれを見てる人だったり言われた人があっての怒りだったりはするので。うん そうなると、まあ、常にこう受け手側の視点を持って何か行動しようぜっていう非常に何か根源的な教えはい、はい、謝るっていうのもあれだよねだから相手が何を謝ってほしいのかっていうのを見誤ったまま謝ってもあまり効果はない。謝った事実作りっていうのが大体今の謝罪会見ああ僕謝りましたからともうこれ以上責めないでねと。<う> まあ本読んでないか分かんないですけども、一体 N になったらそもそもそんなこと不可能じゃないですか。というとその,のの無限大に N があるわけじゃないですか、うん。だかその人一人一人とコミュニケーション取ろうねっていうのが難しいから会見してるんじゃないですか、うん、そもそも、うん。確かに。うん、いや、本読んでないから分かんないですけど俺も。読んでないけど <laughs> なんかおっしゃることはわかるけどじゃあ可能ですかって言われると不可能じゃねっていう気がするでもそれはさあ言ってみれば N の方が、うん、つまりまあ我々ねマスコミであったりマスコミのね、えー、後ろにいる視聴者だったり、うん、読者だったりっていう人たちがまあ謝罪というものを一つ求めているっていうところもあるのでは、うん、それほら昔からよく言うじゃないみそぎみたいなさ一、うん、つの儀式セレモニーとしてそこを通っておくっていう、まあ、そうするほかないってことですよね コミュニケーションがどうとかじゃなくて、はい、対 N と1人ずつ話すことは不可能だから、うん、例えばたくさんの方が亡くなられるような事故を起こした時になんかその責任のある運営会社みたいなところが謝罪の会見をするっていうのは多分そういうことだよね。うん、コミュニケーションはでもそこでは通れないよね。通ろうとしても うん、あでまあそこもまあ哲学の話なんですごく話が、うん、哲学者の方の方だもんねそ壮大というか根源的になるんですけどいいそもそも謝罪っていうのは成立しないと思ってした方がいいみたいなこともおっしゃっててああ謝罪なんても成立しないんだとだすでに起きた行為を取り戻すことなんてできないわけなので、うん、プラマイゼロには絶対ならないっていう境地でまず謝るべきだみたいなこともおっしゃってるんですね。うん でそれは新しい環境を作り直すための行為であってなかったことにするっていうのはこれも良くない姿勢ですよみたいなこともおっしゃってますそうねいや例えば何か殺人の罪を犯した人が謝罪に行くみたいなケースとかだってそれはそのさ謝罪をしたことで罪が消えるっていうことはまあ,ありえないよねそうなんですよね でも、なんかそう思い出したけど、あの池袋のさ事故があったじゃないですか、あれもそのね、えー、と被害者の遺族の、ね、男性がおっしゃっていた、ちょっと趣旨でね、正確ゃなかったらごめんなさいね、でもなんかそういうその謝罪に来るっていうんだけれども、いや、その、なんかそういう別に何のために謝罪に来るのかっていうところがよくわからないと。でその なんかね裁判の手続きの中でそういうい謝罪をするっていうことが1つ、それで、えー、保険会社側にとって何かしら有利になるみたいなね、うん、そういう行為であるっていうそういう位置づけのもとの謝罪だっていうことがその、まあ、その被害者遺族の観点から見ると明らかになって、まあ、それでそういう謝罪だったらいらないっていう話になったっていう、ねうん、こととかあってだからそこは謝罪はもうコミュニケーションとかじゃないよね。 そのビジネスというかその手続きとしての謝罪だから謝罪会見を求めているのが結構これはメディア側も責任を感じなきゃいけないシーンかもしれないですけどまだしてないじゃないかみたいな形で求めるっていうのはその背,景背後には読者がいるって考えると世の中的にそのなんかやっ,てるやってるかやってないかぐらいの流度で謝罪を 認識しちゃってるっててるいうのはすごく残念なところであるんですよねそうかでもねなんかなんとなくちょっとその <laughs> 政治学の本の話とは違ったらごめんねでもなんとなくこう私のこう解釈なんだけどさ謝罪ね謝るっていうのの,をその目的みたいなのとを考えた時に、まあ、謝罪をすることによってじゃあその例えば過去の罪は消えない、ね、あるいはその謝罪っていうのは別にさ 賠償責任を負うということとはまた違う、それでお金が発生するわけじゃないじゃん謝罪自体で、まあ、それが裁判でつながることはあるかもしれないけれども、それ自体は謝罪ですっていうのと1億円とかは違うじゃん。うん、じゃあ、謝罪って一体何のためにするのかっていうのはさ、おそらく今、損害賠償請求訴訟みたいに言ったけど、多くのそういう訴訟って、遺族、被害者遺族ってお金が欲しいんじゃなくて。 で実際に何があったのか事故だったら事故事件だったら事件でどういうことが起きたのかが刑事裁判で明らかにならないことって結構あるんだよね。そ、はい、それををつまびらかににするためにそのプロセスを使うだから謝罪っていうこと自体もさ例えば謝罪会見も別に冒頭に頭下げるとかっていうのは二次的なね副次的なものでそれよりも。 そこでなんかそのどう説明するのか、なぜこういうことになってしまったのかとか、何を誤っているのかっていうのをこう説明するっていうこと自体が、実は目的ななんじゃないかいやまさにね、それこそ書いております、本の中ではいや。俺、哲学者並みみささすが。いや、じゃあ、多分本当にそういうことなんじゃないかな。<laughs> か基本、謝罪をされる側のステータスとしては、安定を乱されているっていう。 普段とは違う状況に追い込まれているっていうところのまあそれが結果的に怒りになるのか悲しみになるのかっていうところでまずはそこの乱された状態を安定させてあげなきゃいけないよねっていうその解決の手段の一つとして謝罪があるのではないかうんなのでその情報を、えー、細かく説明するっていうのはむちゃくちゃ謝罪にとっては大事とも書いてありますかさあの変なグミあったじゃん 大麻、ね、組だっ。<う>あれのさ、売ってる社長も会見したの知ってるあそうなんだ。事前に用意した質問以外は全く答えないんだよね。<う>うん、だからあれは、そういうそのさ、コミュニケーションの回路は完全に立って、自分たちの説明したいことだけを説明するっていう会見で、まあ、だから何にも生まない会見だなっていうふうには見てて思ったね。<う>だそれがされた側の気持ちではなく、謝罪する。 側のための謝罪になっているまあいい事例になってたかもしれないですね。うん、でも謝罪するためのものでもあるんじゃないですか。うん、なんか謝罪が謝罪されるためだけのものっていうのもなんか一面的な気がする。謝罪する人のためのもの。別に許されなかろうが謝罪を一つしたことによって謝罪する側の人は一歩前に進めるっていうのはあるわけじゃないですか。加害者側の人たち。別にその謝罪って何も謝罪されるためのだけの人のものじゃないんじゃないですか。 そうだよね確かにね。どんだけ叩かれようが、納得されなかろうが、謝罪したことは謝罪したと思えるわけじゃないですか。うん。そうね。謝罪する、謝罪って最近したことある、伊藤さん。謝罪。毎日謝罪してますね。アランクすいませんっつって。<laughs> あれ、それど,どういうこと自殺 <laughs> ではないな。謝罪ではないな。あのな軽い感じのやつ。軽い感じのやつです。 あー、それもでも謝罪には違いないんじゃないの？そっか、そう。謝罪のね。グラデーションについても書かれてて、うん、なんか電車で足を踏んじゃった時のすみませんと。と言うよね。なんか家を邪魔して花瓶壊しちゃった時のごめんなさい。で、これが逆だとかえってめっちゃ迷惑になっちゃう。うん、花瓶を壊した時の謝り方を電車で足を踏んじゃった。人にしても。 生まれた側は別にそんなの求めてねえしそんなに突然土下座とかされても困るもんねっていうところの、うん、まあ、こうコミュニケーションが割とこう間違う場合もありますよ、うん、同じごめんなさいも 謝罪が重くてめんどくさい人っていうのもんね。いいからって。いる,いるいるいる。で、それって正直さ、<laughs> 行き過ぎた重い謝罪ってさ、それはあなたの心をこうな平らかにするためにやってること別に俺にも向かってないよねって思っちゃうよね。うん、でもそれも謝罪の機能の一つでもあるよねっていう。ああ、それね。うん、自分を気持ちるというかなんかそれは悪く転んだ ケースでではあるんですけど本の中で触れてるのは、うん、それはいい方に転がるケースもあるよっていう話でなんかちょっと小説の名前すぐ出てこないんですけど小説のシーンを一つ紹介されててでそれはなんか家族にこう同性愛者であることを隠して生活してて、うん、でその人が亡くなったと、うん、で同居人の人がお葬式に来てこう家族 遺族の前で挨拶をすると、うん、でその時にこう実は家族の側も気づいてたっていうのが分かるもうシーンがあってでお互いそれは言わないんだけど、うん、あ実はこう僕と同居してたことがバレてた、うん、でもそれはあえて言わずに今までいてくれたっていう気持ちを表す時にその人が「すみません」っていう。 これはなんか謝ってるわけじゃないんだけど<ー>ただ他に快音のない行為だよね。うんうん、でそれによって向こうも何かがこう解けるというか、まあ、理解が進むでも皆までは言わないみたいな時の「すみません」もあるよねみたいなことを言っててでこれはまあ抗議の意味での謝罪と捉えてもいいし。 結局、だからそこら辺がコミュニケーションのこう向こうをどこまで理解した上で、その言葉を発するかなんだろうな、みたいなので、非常に勉強になったというそれはでも、だから、両方がそのすみませんの意図するところを、同じように正確に捉えられていたっていうことだよね。そうですね。なんか、謝罪の問題っていうか、日本語の,対応の問題なんじゃないかなっていう気がしないでもない。<ー>なんか外国だったら通じるんですかね、今の話って。 日本語のハイコンテクストな文脈の話なんじゃないかなってえ例えば英語で今の文脈で「うん、すみません」とかっていうことに当たるものないですよね多分ねでそうだよねいんこれもですね本に書かれてましてあの。さすが哲学者やっぱ言語とかなり結びついてますよねっていうのはもう英語のいろんなこうバリエーションは結構それぞれに対応しちゃってるから あの日本語ならではの問題というかあるいはそれが奥深さとも呼べる部分でただまあ日本語の問題だとしても日本語においてはそういうのがあるのは事実なのでそれについてはちゃんと、えー、深く考えてみるのもいいもんですねっていう、うん、そんな本ですね。 あのさ謝罪にそもそもさ目的っていうものは必要だっていうそういう捉え方なのその哲学者の方はするのであれば当然、まあ、N だとしても相手がいるのでそこを考えるのはまず大事にしたいねっていうのはすごく口酸っぱく言ってます。 うんなんか自分勝手になるすごく暴力的な行為である自覚を持ちましょう。謝罪というもの自体がね、そうですあ暴力性を伴っていると、れやっぱね謝罪会見、まあ、やっぱり世の謝罪会見が批判されがちなのって、そこがどうしても隠せないのかなという気がします。ビッグモータータの社長とかそそうそう 本当に謝謝罪罪ししてんののみたいな感じの謝罪会見もあるしねだ相手が見えないのに成立しちゃう謎のコミュニケーションなのかもしれないですね。うんうん、成立してるかのように見える、うん。それはさ、多分さ、謝罪をすること自体が目的化しているからじゃない、うん。でも、まあ、あなた、なりその哲学者の方がおそらく本読んでないのに言うけどさ、っていうのは、そうじゃなくて、その間にある謝罪というものを媒介にしたコミュニケーション自体が目的なんだよと。うん、うん だその裏返しなのかわかんないですけど、まあ、メディアの仕事に置き換えるなら何らかの問題を指摘するみたいなところにもつながるかなっていう気がして指摘するっていうのは多分かん、うん、簡単じゃないけどでもすることだけが目的になってたらかえってそれを変える立場の人の気分を害して変わんないみたいなことも多々あるわけなので。うん うまくその人が変えるように誘導してあげるような批判の仕方みたいなのがもしかしたらこの課題解決型ジャーナリズムみたいなものにもなってくるのかなみたいなのは読みながら思いましたね。うんうん、課題解決っていうとそうさ例えば政治とかまさにそうだなと思うんだけど例えばよ例えばうん何がいいかなまあ何でもいいんだけれども岸田さんすごいさ今支持低いじゃん。低<い>でさ なんか、あの周囲もさ、あるいは経済界の人もさ、やることはやってんのに、なんでここまで支持率が低いか分かんないっていうことを言ってるよね。うん、で、俺とかから、俺が勝手に思うところでは、いや、確かにやることはやってるよね。うん、まあ、あの税金もさ、増税なのか減税なのか知らないけれども、<laughs> その制度をいろいろ変えてみるとか、あまあ、防衛費に絡む増税とかも、それはあの賛否はもちろんあるよ。で、俺は全然賛成しないけれども、ただ、やることをやってるって意味では、やってるじゃん。 ただ、政治に求めているものは何なのかなっていう。政治と行政って違うじゃん。うん、でその、アメリカが求めるような GDP 比2%の枠に防衛費を増やすみたいなのって、俺、行政の仕事だと思うんだよ。うん、役人ができる仕事。政治の仕事っていうのはそうじゃなくて、なんかぐちゃぐちゃ議論して、で、まああでもない、こうでもないみたいな言った末に、なんか政治決断をしていくみたいなのが政治だと思うんだよね。プロセス。うん だから謝罪とかで言ったら、まさに謝罪の前後についてるプロセスみたいなさ、コミュニケーション、うん、国民とのコミュニケーションが政治だと思うんだけど、それが乏しいっていうところが、支持率の低さなんじゃないかなと。だから、何かをかいろんなことをやってるのに、支持率が低いっていう見方自体が、あの彼らの政治センスのなさを示しているように思うんだよね。確かかかに、うん、小泉さんとかねすごい支持率高かった 純一郎,純一郎さんあの人はだからさコミュニケーションは本当に達者だったからねうん、ま上手すぎてちょっと怖かったけど今またしかしさ次の師匠小泉進次郎さんが1位につけてるってのちょっとびっくりするけどねみんな求めてるんですかねプロセスあんまりコミュニケーションうまい感じん <laughs> <laughs> うんどうですか伊藤さんそういうのは<ん>コミュニケーションの,、ね、その<ん>が下手なんじゃないかっていうさ政治っていうのもさ 確かにまあそうですよねそのとりわけ民主主義って別に正しい答えを導くためのシステムではなくって間違えてもそうなよ間違えることはあるかもしれないが総体としてこうぐるぐる螺旋状に発展していけばいいよねって考え方なんで、うん、あのそれはよだから説明が必要だよねって話になっていくわけですよね。なんかみんなそのさいろんなことを学面通りに受け止めすぎないんじゃないかって気もする。だから会社の経営とかもそうでさ 目的はあるよね例えばあの売り上げを何パーセント増やすとかってさだけどさ <laughs> まあこんなこと言っちゃうんだけどまあそれは経営陣の方はやってくれなきゃいけないけどそれはさその目的は目的であってその目的のために何をするかが一番肝心じゃんね、えー、そのためにじゃあ会社こういう新しい事業をしましょうとかこの辺はこうコストを切り詰めましょうみたいなとかっていうのをやるっていうのはさまあまさにそのぐにゃぐにゃいろいろやるっていう部分 でまあ結果がそういうその3%の売上アップとかなりゃいいけれどもならなかったとしても別に全員がこうさ飢え死にするわけじゃないですよねでもなんかその3%にとらわれてそこの数字だけを上げようとしちゃうよねねえ岡山さん今私新規事業を考える係 <laughs> させていただいてるんですけど大変な重責ですねはい <laughs> でまあゴールは当然もう 儲けけたいいっていうのはあるんですけどです結構新記事を考えるフェーズがなんかピュアになるんですよね世の中に今何が足りないんだろうかみたいなこう考えなきゃいけない要素が絶対どっかにあって、うん、で、まあ、その上でどうやって儲けをこう,うまく効率的に出すかみたいな話になるんですよ。割と原点は 結構なんかや世の中に役立つんだっけこのサービスとかこれないと困ってる人いたんだっけ、はい、みたいな議論がすごい結構するなって思っててでこれなんか編集会議とか新聞社いた時にしてたけどこの濃度でやってたかどうかっていうと意外と今の方がやってんじゃねえかみたいな気がして、うん、でまあ編集の場合はそこで出たのを取材して記事にしてなんか いい反応があればよかっったねって話になるんですけどビジネスの場合はそこからじゃあそれをどういう,こう構造で利益構造で作っていくかみたいな話なんでよりまあクリエイティブとも言えたりするので結構なんかビジネスも突き詰めるとあんま変わんねえなみたいな気はしております。あん,ま変わんないでやっぱまあそれこそビジネス本とかで取り上げられるような事業ってやっぱ最初のところがすごくハマってるんですよね。なんか <ん>もうけ以前の部分にあこれあった方が世の中的に絶対いいよねみたいなああ、ねあいはい、まあ言ってみれば社会とのコミュニケーションがそこで図られてるわけですねそうですねそれはまあ儲けのためからスタートしたようなものだとなかなかそこまででっかくなってないんだろうなみたいなのは結構原点を今味わっているところですうん、うんうん、そうよねそういうこう目的みたいなものはねあの結構こうさ 見失れその,の、ね、クライアントにプレゼンする時とかもなんか取ってつけた感じになる場合もあるんですけどあ<ー>やっぱ最初やっぱこれれ必要なんんでですすよよ<ー>とかって入れるんですよね、うん、でそれが向こうとカチッとはまる瞬間はたまにあってでそうするとそこの先のサービス概要とか料金表とかがなんかいい感じの議論に進んで、まあ、うまくいけば 制約みたいな感じになるんですけど最初のこの埋設で「ほんまかいな」みたいな「それお前らやりたいだけやろ」みたいな空気が流れるとまあまあの確率で負けるうーんうーんそうねなのでまあもう、まあ、謝罪からの儲けっていうのはどこまでつながるかわかんないですけどちょっとこう「ためにするもの」っていうのは こう油断するとなっちゃうとうだからさ謝罪できるっていうことはそれだけの一応つながりはまだ残ってるってことだもんね。うん、それは別に全然そこからコミュニケーションつなげられるってことだよね。そうね、うん。そんなんさ嫌なやつはやっぱりもうシャットアウトでしょ。そうですねいや。だからそれが逆に今怖いなと思ってんだよ。かだからやっぱりその SNS とか通じたコミュニケーションっていうのはもうシャットアウト型だと思うんだよね。自分たちが正しいと思ってることがあってそれにこうさ合わない人っていうのはさもう何やってもいいっていう感じじゃない どんな暴言を投げつけてもいいっていう感じでさもう昨今もめっちゃ見られるんじゃんねあの辺っていうのはなんかそういうその人間のさドロドロしたコミュニケーションみたいなのを忘れてる感じあるよねうんだから一周もって我々は愚直に謝罪を求めていかなければいけないのかもしれないですよね謝罪する方じゃないみんな,なん頭下げないじゃん全然と,とはいえこう <laughs> された顔が閉ざしちゃうと それはそれで向こうが暴れたい方だああ、いや、分かった、許すっていうことが大事なんじゃないうん。まあ許さなくてもいいもいや、なんかさ、結局、許すっていうさ、明確な感じじゃなくてもいいんだけれども、関係を続ける、そうですね。うん、今回、北朝鮮がなんかミサイル的なものを撃ったってやつもさはい、事前の通告とかしてるでしょ。はいはい、ああ、事前に一応通告してくるんだと思ったんだよね。もちろんんたないいいのが一番だいいだけどだけどど やっぱああいう国ともさ、何かしらの関係をつなげていくっていうこと自体が一番大事で、うん、それもさ、でもさ、なんかあの、決まりきった正義感で言うとさ、いや、もうあんな国とはぜもう絶交した方がいいっなったら、やっぱそれは違うと思うんだよね。確かにね、うん。でもそういうこと言いがちじゃない今って。それでまあ、ある程度までいけちゃう環境になってますよね。切っちゃっても。切っちゃっても。ても <laughs> むしろそっちのが快適。<laughs> いや、快適ではあると思うな。うん やっぱり今みんなね自分のこう気分のいいところにずっといられるのが一番いいもんね <laughs> 昔はもしかしたら向き合わざるを得ないなのか仕事なのか人間関係なのか絶対無視できないいろんな条件があったのかもしれないですけどうん今回さ足して伊藤さんが1分ぐらいしか喋ってないと思うんだけど <laughs> まあでも何か思いますけど <laughs>、うん そんな体壊したり精神壊してまで向き合わなきゃいけないものはな,ないですああるよな、同時に。確かになだけど、なんかその,の頭いい人とかさ、まあ、なんかメディアとかもそうだけどさ、うん、向き合ったりつながらなきゃいけないって言ってんじゃん。言うね、でそれって僕はすごい壮大なパターンナリズムだなと思っててほで、ほっといてくれって僕は思う、やっぱ <laughs> 自分僕の立場で言っちゃいけないけど、うん、もちろんつながった方がいいに決まってんのよ、うん、だけどそのそ、それで自分の身が危なかったらつながらなくてもいいじゃん、うん、全然。んう,ね、うん この見極めですよね、でもね。最低保障、最終防衛ラインみたいなところが、うん、分かれば、普段からつながるを言ってもいいけど、つながる、圧ほど怖いものもないですよね。うん、そうね、本当そうだなうな。うん、どうやって見極めたらいいかな、しかしね。ここが難しいんじゃないのいや、それは自分の身体感覚じゃないですか。やっぱそこになる。うん そうするとさやっぱり自分の身体感覚を研ぎ澄ましていくみたいなことが必要だよね必要だねだからそれは絶対そうだねこれが自分が変えられないことを変えようとするとものすごいストレスじゃないですかそうそうそれは間違いないでもかといって自分の変えられないことを変わっていかなかったら世界に広がっていかないわけですようんそうだねじゃあかといっていきなり明日気温1度下げることって不可能じゃないですか こうあるべき姿と現状を分解してやっぱできることはやった方がいいと思うけど、壮大なことに立ち向かって心が折れたりすることはまあ僕は全く意味がない。はいはいあ分かっただからそうなんだよそのさ、うん、その極端にどっちかに振らないで、うん、なんかさ。 どっちつかずでさ、気持ち悪い状態を我慢するみたいなのも必要だと思うんだよね。確かにね。繋がった方がいいとかさ、繋がんなくていいとかさ、どっちでもない。どっちかの方がさ、読まれやすいじゃん。響きやすいじゃん。だけどそんなのどっちかじゃないんだよそんなの。そう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 。そうなんだよね。てか人生がそうじゃない。なんか別に人生に目的とかないじゃん。ない。そうだ。これさっきの人通じるけど。 人の人生に目的いらないし目的なんかないけど法人はなきゃだめなんだよ。だって法人なんていつなくなったって誰も困らないんだから困ない基本的に命がないものだから単に架空の存在だからそうそうやだから会社とか事業にはミッションだったりビジョンが必要なわけじゃん。みんなが集まって架空の法人立てるわけだから。うん それがないと集まる意味,な、ね、集まる意味がないだか,かといって人間にそれを求めるのは僕は間違えてるなるほどなそこでもさやっぱりなんかこう混同しちゃうのが今を生きる人間ってことかもしれないよそうだよね人間に果てしなく目的求めていくんじゃ、うん、ある意味ないよなっていうだかなんかさ会社を人格化しさ人をこう会社化するみたいなさあんまりにみんなさこの賃金労働になれすぎてる感じもあるかもしれないよもっとこうさ人間としての生き方は全然無責任でいいと思うんだよね、うん うん、だ会社組織って言ったら違うからさそ,、うん、あそれはそうだよね会社もそうだし政府もそうだし責任持ってもらわなきゃ困るじゃん、うん、だけど人間は別にそうじゃないだよね、うん、そう別に謝らなくたっていいんですよそうだよね、うん、謝りたくなかったらでもなんかまあさ逆に言うとさ会社の看板背負っては謝るんだけれどもそれは別に自分が謝ってるわけじゃないもんねそう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 ,そうそれは切り分けられるんよ。うん。その切り分けがでもできない人って結構いる気がするわ、うん、だって 例えばさその起業家とか例えば投資家みたいな人だって人の金だから勝負できるんですよ。るあんなの全部自分の無限責任でやったら <laughs> 確かにな商売なんかできないしイノベーションも起こらないじゃないですか。だからそのなんていうのかその無責任さを作るためにこう架空で作っていくために多分法人って仕組みがあったりその資本主義でお金を集める仕組みとかあったりするわけじゃないですか。うん リスクマネーって仕組みなのでそのいろんなものを個人に背負わなくて僕はいいと思うやっぱりだ個人に関して言うと責任を負わなきゃいけないとしたらまさにその身体感覚を研ぎ澄ませるのはお前自身だよっていうとこぐらいかなっていうそれはもう自分でなきゃいけないじゃない、ねうん。でそこは結構今大丈夫かなと子供見てると思うよ、うん、おうあの私がよく言う心の腕立ててて足んな,なんていうめっちゃやっぱナイーブな感じすんだよねうん、うん だけどそれ俺らも思ってなかった昭和一桁とか見てる時にさなんでこいつらこんなに痛みに強いのみたいなさんか同じようなことを繰り返してんだろうけれどもだんだんねそういうことをこう学んでいってくれるといきやすいかなって思うね身体感覚とか自分の範囲ですよねああ<ー>自分を感じれる範囲を増やしていくっていうのが大事なのかなとこれが半径3メートルなのか地域社会なのか国家なのか世界なのかでだいぶ違ってくるじゃないですかだからやっぱり あの朝日新聞デジタル読んだ方がいいと思う。ほら、全部書いてあるんですよ。こんな <laughs> こんなことある。<laughs> それがたた。はい、まあ伊藤さんがね、うまい具合まとめてくれましたんでね、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> 最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。朝日新聞の。 神田泰助でした。